2つ目こちらです。じゃんじゃん、パーツを変えると面白いはい、ということなんですけど、子供の頃から自転車やっぱり好きでしたか？自転車も好きでしたね。あの、うん、もっていうのは、プラモデルだ、あの私の子供の頃って、うん、ガンダムのプラモ、ガンプラっていうやつがあったんですよなるほど。それとあとラジコンが流行ってたり、はい、で、あの要は組み立てるのが好きだったんですよね。男の子っぽい、はい、で自転車を買っては、まあ、いろいろパーツ買ってきてっていうようなことやっていて、その延長だったんですか？延長です。ガンプラの延長ですか、自転車の改造って？そうですね機械が好きだったと、はい、自転車の改造って何変えるんですか？はもうハンドルからタイヤから、ブレーキから、あと座るところのサドルですね。そこからもう何から何まで変えられる、変えられるんですか、はい、ビジュアル的にこう装飾していくイメージですか？そうです。まあ軽さを求めるという方もあれば、ビジュアルも求める方もあるんですね。改造すると乗りやすくっていう時もあるんですか？あ、当然ありますね。あ、そうですか、うん、速くなるとか。軽くなればまあそれだけストレスなく走れたりとか。な、違います？違いますね、はい、軽くなると自分の体重も軽くなると、まあ、あの自分の体重を軽くする代わりに自転車を軽くするってバックナンバーで札幌自転車ガールを書かれた、あの本を書かれた方が、札幌近郊も楽しいよみたいなね、やっぱり自転車乗りって言ってすごいこう北海道内ぐるっと一周するみたいな、日本一周するみたいな、そういうこうちょっとあの長距離を乗るイメージがあるんですけど、渡辺さんはどういうこうなんかおすすめのコースがあれば？おすすめのコースで近場というと、例えば北広島のエルフィンロードっていうのはありますね。ありますね。エルフィンロードって聞いたことある、走ったことはないけどいいですか、あそこ？いいですよ。もともとあの、千歳線だったかな、うん、JR の廃線を自転車道路にしたので、あ、なので基本的に車は全く通らないし、はい、で そこそこの幅があるので、うーん、だから歩行者だけ気をつければ、うん、気持ちよく走れる。はい、あ、エルフィンロードってそういう感じなんですか。札幌にないですね、そういう場所。札幌自転車がいいよっていうドーンと豊平川ぐらいですね。あ、そうか、うん、あ、なるほど、はい、エルフィンロード行ったらどれぐらい時間かかるんですか？エルフィンロードは白石の入り口から北広島まででも、ゆっくり走っても2時間ぐらいかなっていうところですね。よく行きました？行きますね、うん、はい、今まだね、お子さん2歳6歳だってだから最近ちょっと乗れてないって言うんですけど、はい、自分の好きなコースだったらしいんですけれどもね、もうちょっとで子供さんと一緒に行けますね。そうですね、あのそこだったらもう本当に子供だけでも別に怖くないので。あー、そうなんですね。ご飯食べて帰ってくるみたいな。そうですね、疲れて心地よく眠るみたいな、はいそんな感じでしょうかね、はい、そのように自転車を楽しまれている渡辺さんでいらっしゃいます。さあ、じゃあのこれからというところで3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらです。じゃん。